どうも虹色ライダーではございません。今日ね虹色映像201回目ということで、ここまで、なんでこの人はゲストで来ないのかずっと多分思ってたと思うんですけど、今日ついに、初ゲストとして、登場します。この方です。虹色ライダーくんです。どうも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 、ゲストの虹色ライダーです。よろしくお願いします。ね、なんでここまで出てこなかったのかというね、やっとやっとゲストとして出た。今日は虹色ライダーの回でございますよ。ありがとうございます。いやいや、記念すべき201回目、201回目新たなスタートで、素晴らしい、ねえね、前回と一緒みたいな。バックも一緒、服も一緒。、うん、はい、いや、このタイミングで呼んでいただいて、はい、はい、うん、続きですよ、続きですよ、ね、あの続きですよ、はい、まあ、前回、うん、もう僕主導権に行けない。そうですね、あの全然これ思いつきでやってるから。全然仕込みとかもないないからね。司会としての腕は全くないから。今思い立ったわ。今思い立ったわ。結局ゲストじゃないんだよみたいな。ゲスト扱いしろよみたいなね。そう、虹色和明の歌声、はい、そうですね、代々、ね、うん、前回に引き続き、うん、まあ、今回もあのその模様を、まあ、ちょっとかいつまんで、見ていただこうかなと思うんですけれども、まあ、前回は金田和明スペシャルで、はい、やりましたけども、まあ、コラボもちょっとあって、はい、まあ、今回もあのコラボあります。でもその前にあのちょっと僕のオリジナルの曲をチラチラと聴いてもらおうかなと思うんですが、はい、まあ、今回あの、はい、テーマがその温かいっていう感じでね、うん、あのまあ、金田君の太陽もそうですけど、こうオレンジがテーマになっているのも全てが偶然重なって、まあ、そんな感じになってて、僕もこう数ある曲の中からそれにちなんだ曲も、結構集めてるんですけれども、1曲目に至った曲がですね、まあ、燃えるというタイトルなんですが、これ一番新しい歌で、うん、もうライブが決まってからちょっと経ってから急に思い立って作っちゃった曲なんですよね。すごいよね、作っちゃったり作れちゃうとかね。すごいなと。歌ってみて、うん、やっぱダメだったら不採用でいいやって思ってたんですけど、うん、まあ、意外とあ、これはちょっと1曲目にちょっと持ってこいかなと思って、うん、それを聴いていただこうかなと思います。そしてさらにそのまま続けて安心という曲もフルでいきます、うん、まあ、ライブ映像ですけれども、うん、それを聴いていただこうかなと思いますので、まずそちらをどうぞ。
幸せ者だなんてたまににやけたりもする。君に捧げるラブソングだって僕は歌えなかった。でも今は少し愛の意味とかわかってきたみたいだ。君が好きなんて言葉僕が言いたいだけ。君伝えたいセリフや場面じゃなくて君の毎日に安心を与えたい。何気ない会話とか一緒に歩く道、眠る前のぬくもりが幾度となく降りかかる。見えない不安を塗り替えてくれますように。気持ちはわからない。もしかしたら笑ってても心の奥底でしょげてるのかも。しつこいくらいの愛情を君にいつも伝えていれば、わかりやすすぎて嫌な顔しながら心で笑うのかな。僕が追いかけるきっとそれがいいだろう。愛されてるかどうかという嬉しい不安は僕だけが持ってればいい。言葉や触れ合いとかプレゼントで僕らは安心し合っている。本当に大切なのはそれ以外でもちゃんとつながってる。誰かを思って大事にしたいという気持ち、ここまで歩いてやっとわかった気がするよ。この歌が君の安心の一つの糧になったらな。君が好きだと君が不信するなら僕は言えるだろう。セリフや場面じゃなくて僕の毎日はいつもそれがあるから。何気ない会話とか一緒に歩く道、眠る前のぬくもりでちゃんとつながってること確かめながら僕らは知り合っている。君のことばかり考えれるようになって僕は幸せ者だから、こんな歌を口ずさんでいる。ありがとうございます。はい、
まあ今回ね、まあ何度も言ってますけど、暖かさがテーマなんですね。こうオレンジからこう連想させる感じで、全部それに偏ってもあれだしということでね、うん、あのまあ、僕も今回は金田君とやるというのもあっての、そっからもつながるのあるかなと思って、うんうん、まあ、チョイスしたのが、まあ、次なんですけれども、偶然フレンド、これは、13回目、さらに古いの時にあのカラオケで歌ってます。歴史あるなそのままハッピーバースデーですね。で、うん、まあこの日は金田和明バースデーだったのでね。そうですね、まあこの曲歌いましたので、基本ライブのね MC はあんまり入れないように、うん、まあ、ライブ来てくれたお客さんのためだけ、まあみんな忘れてると思うけども、うん、その時のこうための、うん、っていう感じはやっぱあるんでね、入れないようにしてるんですけど、ちょっとハッピーバースデーは誕生日を記念する瞬間でもあったし、はい、ちょこっと入れてますので、そのまま2曲続けていきたいと思います。どうぞ。僕らの距離が縮んでいった。そうわずかな偶然が重なって、わずかな友達になった。奥の方にいる構えてもいない僕が、君の前だとほら怖がらせてくるよ。僕のことくれる、それだけの出来事が僕を支えてくれる。君の言葉が力になる、出会えたこと考えたら、君がこうしていてくれることは当たり前じゃないんだよね。羽田くんのエコ発も、もちろん安定ですね。さらにね、これは内緒だったんですけれども、バースデーライブでもあるんですね今日。神田誕生日、ありがとう。今日で34ですよね。はい、34。やっと同い年になったね。すいません、あと3週間ぐらいでも35になるんですそれでも学年が一緒なんですね。そうそうそう、あえてバースデーはこう表沙汰にはせず、僕も前のワンマンの時はそのバースデーでやったんですけど、なんかね、こうバースデーライブやりますって言ったら、プレゼント持ってこなきゃいけないのみたいな感じで思わせるのは嫌だなっていう気持ちでね、まあ、今回こう隠してるんですけど、やっぱりまあ誕生日だし、もうライブ始まっちゃったし、これは言ってもいいかなと思って、で僕の数ある曲の中にもですね、ハッピーバースデーという曲がありまして、やっぱこれは歌わなきゃと。いいなそういうのあの、こう何でも持ってこれる感じあの世界で一番歌われてる曲ってあの Happy Birthday to You なんですよ。知ってます？それが世界で一番歌われてる曲なんですよ。それに負けじと僕作ったんですけどまあこれ10年ぐらい前に作ったんですけど、まあ、未だにあんまり浸透してないので、たまにこう仲間内でやるんですよ。こう誕生会があって、あ、せっかくだからじゃあギター弾いてみたいな感じで、でこの歌歌うじゃないですか。その後普通に Happy Birthday ってみんな歌うんですよまあまあまあそうだよねって結構悲しいですけどね多分ねライブが終わってまた歌うんじゃないですかみたいな先に歌いますけど、全然僕は気づかないで大丈夫です歌っちゃいますね僕のためではでは、ハッピーバースで歌いたいと思います。君を迎えに来ても僕にはわからない気持ちで、ただ君を見ていた。誰にでもあるけど一つしかない宝物、どこにもないプレゼント君に喜びを、素敵な歌ではないから涙は出ないけど、世
界中のどこを探してもこの歌は聞こえないよ。ハッピーバースデー、僕の声が今日の君に伝わりますように。おめでとう、この言葉が今日だけの宝物。忘れてしまうね。ただ今日だけ、この一瞬だけが特別になってほしい。ハッピーバースデー、君の顔が嬉しすぎて悲しくなるように。そうしたら僕がまた過去悪くなるから。おめでとう、僕の声が今日の君に伝わりますように。ハッピーバースデー、この言葉が僕からの贈り物。今日だけの宝物、君だけの宝物。はい、聞いてもらいました。次が、はい、オレンジの窓、うん、そう、オレンジの窓、今回のね、テーマカラー、テーマカラーのオレンジ、そう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 、このオレンジの窓という曲はやっぱり、うん、でもこれ新曲ではないんですもんね。そうなんです、ね、結構古い29か30ぐらいに作った曲です。おお、うん、これはどういう感じの曲なんですか？そう、よくぞ聞いてくれました。とオレンジの窓、まあ、ここもオレンジの、まあ、カーテンというか窓というか、うん、そんな感じになってますけども、うん、これはですね、仕事帰りの時に思いついた曲なんですけれども、うん、今の家は結構多いですよね、うん、あのオレンジ色の光というか白じゃなくて、うん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 、それがこう窓の方がこう漏れて外から見るとこう、あ、オレンジ色にこう窓が光ってる感じに見える住宅がたくさんあるなと。ああ、そうそうそう、外から見たね。そうなんです、うんうんうん、そう、それで、あったかいなって思ったんですよ。もうそっからなんかいろいろ想像できちゃいます。あ、多分今家族がこう団らんというかね、ごちそうを食べたりしてるんじゃないかとか、こうそういうのが頭によぎって、うんうんうん、俺その時夜で一人で仕事帰りでさ疲れてさなんかね、すっごい切なくなったんだよ、ね、あ、なんかそれ見てなんかそう、切なくなった方だね。そう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 、 あ、いいなと思って、うんうん、確かにね、帰っても一人だなとか思いながらなんか切ない歌ほどやっぱすごく書きたくなるというか、あ、うん、幸せな歌もまあ全然好きなんですけど、うん、どっちかといえば切ない方が書きやすいかなって。なるほどね、うん、あ、これはオレンジの窓と言ってますから、うん、もう絶対この曲は入れなきゃと。そうだね、うん、ぴったり。タイトルはぴったりなんですけどね、うん、中身がなんか結構暗いんで結構暗いんですよ。なるほどな。でもね、そう、確かに外から見た時のね、オレンジの、そうです、そう、 CD ベストには入ってないですけども、うんうん、あの、まあ、僕のオリジナル手作り CD には入ってます。確か7か6ぐらいで、ね、覚えとけばいっぱい入って覚えれないね。いっぱいあるからねそう、いっぱいあるからね、その中には入ってますが、うん、じゃあそちらを、はい、フルで聴いてもらいたいと思います、はい、どうぞ。薄暗くなってく景色に自分も消えてしまいそうな想像が働く。右往左往ふらつきで寂しさと迷いをはぐらかしていた。冷たくなった手は
しいほど待っている吹っ飛び得たオレンジの窓たくさんの微笑みがよぎる取り残されたのは僕だけのようで街灯の下にも行けない僕を見つけて一人にしないでどんなとこでもいい手を引っ張って頭で描いたぬくもりが心を凍えさせる柔らかくなってく決心に自分が何なのかを右も左もわからないままでこれからも歩いて見ていいのだろうか泳ぎ疲れた目はとりあえず揺らぎを憎らしいほど探してるふと見えたオレンジの窓美味しい手料理がよぎる理想の幸せはそれぞれで街の中本気で笑いたい辛いのはもういいどんなことでもいいただそばにいたい頭で描いた幸せが夜空を照らすよくと見えたオレンジの窓どんなとこでもいい手を引っ張って頭で描いたぬくもりが心を凍えさせるふと見えたオレンジの窓僕を切なくさせる僕がねお願いしてシンガーっていう曲、そうあるんです。はい。まあ、僕の曲でもありますが、そうです。この曲はまあ、前回紹介した金田君の体温という CD のね、4曲目に収録されている曲で、僕が金田君に提供した、はい曲でございます。勝手に、そう勝手になんです。まさかねと思って、いや嬉しいもんですよね。そのなんかさちょいちょいだからライブでもうやってるんだけど、感覚的にこう伝えるのが難しいというか、オリジナル曲なんだけど作ってねっていう新曲ですとも言えない、そうだね作ってないそう、だからねいつもねそんなような話をねしてるんですけど、そのなんか作って
ってはいないんですけどっていう、うん、なんか前回もねそういう話したけど、こう偶然が偶然で重なって、うんうん、でもちょうどこのタイミングで一緒にツーマンで、うん、しかも CD に入ってて、これも本当に偶然なんですよ。だからこのタイミングでやっぱりこう僕だけしか聞いたことがないわけですよ、そうやって、うん、そのデモをね最初にくれて、僕の中でやっぱり一番最初がその虹色ライダーの声で歌ってるシンガーだったから、もうそれはもう頭の中にもインプットされてるので、それがあってこその僕のシンガーっていうのもあるから、なんかこれを独り占めしているのもなんかもったいないなと思って、これをなんかこうオリジナルをあえて聞いてもらって CD とか、まあその後これから僕は歌いますけど、あの聞いてもらって、あそっかあれがこうなるんだとかなんか思ってねもらえたら、またそれ新しいこの曲ならではの楽しみ方なのかなと、うんうん、ちょっと思ったりもして、ちょうどね記念すべきこうレコ発に一緒にやってるんで、ね、うん、ぜひ歌ってほしいなって言って、そうなんだよね、そう言ってくれたから、はい、そう僕が歌いましたけども、そうもうこの曲は気に入ってないわけじゃないですよ、気に入ってないからあげたとかじゃなくて、うん、本当に金田君のことは考えて作った、うん、曲で、でまあ本当はもっともっと深く考えていくと、僕らみたいなアマチュアだったら別に俺も歌ってもいいのかなって思ったりするの、この曲を知ってもらうんだったら、うんうん、でもなんか変な僕もこだわりがあって、うん、僕も歌っちゃうと金田君の CD に、まあ、入ってるし金田君の曲だってあげてるのに、僕の曲を金田君がカバーしてるっていう浸透の仕方は絶対嫌だと思って、うん、そうだからやっぱライブでは歌いたくないっていう気持ちがあって、うん、とりあえずブッキングライブとかでは絶対歌いません、そんで、うん、まあ、レアレアですレアそうレアですから歌っていくとなんかすごいね、なんか考えて作ってくれたんだなっていうのがすごいね、あのところどころやっぱねこうじわじわとこうあっっていうのがあったり、して、いやなんかわかんない、それは本当にそう意図してやったのかわかんない、俺が勝手に勘違いして受け取ったのかもわかんないけど、あ、うん、あすごいなぁ、いや人にね曲を書くっていうのはねなかなかね、まあ僕はもうだってまず曲自分の曲ですら全くできないからねえ、それやっとできたものを人にあげるなんてとんでもないみたいなもったいないもったいないもったいない自分で歌いますよ感じだからね。いやさすがさすがらしい。まあ、フル気になった方は、はい、体温を買っていただければ。そうです。すべて載っております。よろしくお願いします。しっかり載っております。ぜひ買ってください。はい、1000円でございますので。1000円でございます。ではでは、はい、シンガー僕バージョン。はい。ちょっと聞いてもらいましょう。はい。はい、どうぞ。今歌ってる。決めつけたレールでもちょっとしたことが次の道をつなげてくれる、隠せない正直な気持ちは少しずつ暖かくなり、明日に待ってる自分知るためのささやかな伝言、好きだから今日も歌ってます、幸せはわからないけど走り疲れても待ってくれる人に笑顔がこぼれる、こみ上げる聴いてもらいましたシンガー、気になった方は、何度も言いますが、金田和彦くんの体温、はい、CD を
ぜひ聴いてください、うん、で急に現れましたけども急に現れた現れた感じなの実はこれなんかそういうのちょっと言ってもらえるとこうもうちょっとなんかこう急になんかこうリラックスした感じで200… いきなり出てきたのにもうリラックスしてた。そう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 。なんかこの絵どっかで見たら、ね、この感じ、この流れ。そうそう、201回も来てもらいました。はい、ゆうくんです。途中参加ということで、そう、ゆうくんは僕の曲ではアカシアで参加してもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、この曲もね、歌いたかったんです。僕はこうカホンのこう、まあ、リズムがあると映えるかなと思って、うん、この曲は特にそんな感じがしたので選びました。早くなかったですか？どう？え、よかったんじゃないですかね。僕なんか、うん、あの自分の中ではやった合わせたのが一番よかったかなと思います。なんか、うん、本当、おー、なんか分かんないけど、いやでもすごい安かった。うん、うん、なんか一番こうピシッと合ったかなっていうか、やっぱなんかこの曲のテンポ感とかなんかやっぱ良かったよね。そう、うん、いやなんか良かったかなと、あのリハの時にあいけるなって思いましたけど、うん、リハの時に、うん、今回のセットリストの中では、うん、まあ、マシンガーは置いといてこれだけ CD 持ってるんだよね、うんうん、アカシア、うん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 、だから普通にもう結構聴いてるんだよね。おー、ありがとうございます。そう、それこそ歌が入ってるから、あ、歌のイメージみたいなのがなんかできてるから、なんかすごい、おなんかあれだよ、知ってる曲をやってくれたライブを見に行ったみたいな。ああ、なるほど、なるほど。そういう感じでね。うん、すごい。そう、なんかまあね、まあ練習でもね、やってたけど。アカシアの花みたいに僕も色褪せることなく、どうどうどう立っているんだろう。無臭も中途半端もかね、備えて僕という一人が出来上がってるんだろう。決して歌れ強いわけじゃないから、自分に合う色を最初から分かってるんだ。誰だってひどいは嫌だから、強がりはきっと弱さだから、邪魔にならない安らぎをいつも与えない。君の人生が華やかに輝き続け新曲でございます。今年作った曲です。この歌はちょ光というか、まあそれが希望なんだけど、光を手に入れたいくてちょっともがいているという感覚を描きたくて作ったんですよ。あんま光、まあ太陽
オレンジみたいな、うんうんうん、そういうつながりでやっぱこれもやっぱ入れようかなと。かなり疾走感のある曲だろうと、いや僕はすごい好きです。いやありがとうございます、うん、こう時間かかりましたね、僕の数ある曲の中でも上位に食い込むぐらい時間かかった曲なんです。実はそうなんです。サビのメロディーも実はちょっと最初違ったんですよ。そう、あれが最終形態になったんですけど、誰もがいてみても差し止められる点なんてない。ここが狭いから所詮そんなんだって。今ボルテージが徐々に下がってきても小窓から差す光が反射して僕の頬をかすめるかすめるかすめる。頑張るっての度合いはさそれぞれで違ってけ。行き来れすんような場所はそうもっと先だったろう。結果が全てなんだと豪語するやつにと騙してもいいのかい。螺旋階段を下がるイメージで誰かを思い出しても光から届いたわけじゃない。近道を走ってる所詮そんなんだって見透かしたように。上から口を叩いても出入り口から漏れてる光が僕の鼓動をもっと温める温める温める。誰もがいてみても差し伸べられる手なんてない。走ってて見えないから風が簡単だって。今ボルテージが徐々に上がってきてる。届くわけないあの光が僕の手のひらをそっとかすめるかすめるかすめる。きっと温める温める温めてる。ありがとうございます。一回はけたゆうくんがまた戻ってきました。また急に出てくる。そうそんな感じだな。すごいよね、戻ってきたらまた同じ体操だ、ね、全く変わってない。服のなんかこうシワすらこう同じんだよね。さあ、うん、コラボの時間でございますが、はい、まあ前回の200回目もう聞いてもらいましたけども、うん、今回はそれ以外の曲を聞いてもらうという感じで、はい、まずはスピッツの夢じゃない、はい、これですね。これはもう僕が完全リクエストした曲でございます。スピッツ何かがやりたいなとは思ってたけど、スピッツ俺歌えないんですよね、うん、その声質もあるけども高いし、まあ下げれば別にいいんですけど、うん、いやでもスピッツは高いよ。だって結局俺も下げてるからね。下げてるから。でもやっぱスピッツ合ってるなーって前から思ってて。あ、そうか、そうね、運命の人とか歌ってくれたこともあったし、合
う合わないっていう感覚ってまあ人それぞれまた違うのかもしれないけど、うんうん、そう夢じゃないわね。そういえばね歌ったことなかったなって自分では。うん、まあでもやっぱなんか世代だからスピッツは、うん、まあそもそもギターを始めて一番最初に弾いたのがチェリーだったり。あそうなんだ。おお、うん、なんかなんかやっぱねスピッツはやってるんだよね、うん、まあライブのあれにしてもまあ普通に馴染んでる歌だったりするから、うん、ミスチルスピッツねあの頃やっぱり、うん、そうだよね、うん、モロだもん。暖かい場所を探し泳いでた最後の離島で君を見つめていた君を見つめていた Zard、はい、ということでやりましたね。女性の歌、はい、そう一曲入れなかったんですよね女性の曲は、うんうんうんマイフレンドになりましたけどもなんか やったなやっちゃったなっていうのは、ね、自ら言ってくれましたよ、うんうん、これはねあのさすがにこれはね解説を映像的にはねこれはねやっぱ NG だなとそうですねいうことなので、うん、まああれはねこうライブを見てくれた人がこれを見てたらまああのあーっていうあーっていう感じでそこを思い浮かべるシーン1個しかないから、ね、日のライブトータルして一番パンチのあった瞬間だったんじゃないかな一番笑いを取ったんじゃないかっていう、ね、こういう事故もあるんだなって、ね、うんいやあるんだなって何回も聞くけどもうなんで間違ったのいや、ま、でなんだろうねなんで間違ったのあそこ間違ったっていうかさなんだろうねいや難しいっすよいや難しいあれは難しいわ、うん、だってあれサビで転調してる曲でサビから入るわけだから、うんうん、でしかもイントロはその転調してる前のそうキーの伴奏だから全然ガイドラインにはならないそう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 本当にちゃんと音をイメージしてないとダメだよねそうそうそうあれは難しいその曲聴いてそれなんかそのだからいきなり自分から転調して入らなきゃいけないから伴奏を聴いてたらダメだよねあれはねそう伴奏を聴くことによって転調したのよ頭の中で、うん、であれだからちゃんとイメージしてこいよって話なんだよそうなんちゃんとイメージしてこいよって話なんだよなんで間違ったんだよこの場を借りてお詫び申したさあ、はい、次は星が綺麗星が綺麗ザ・リトル・モンスターズ・ファミリー、はい、ということでこれもねあんまり知られてない曲かなとそうです思いますねこれでも俺聞いたことはあったんですよねゆずまあゆずなんだけど、うん、そうだよ、ね、そう CD、まあ、シングルでしかこれ出てなくて、うんうんうん、あんまり売れてないんであそうなんだこの曲、まあ、トップ10入ってるけど、うんゆず結構全盛期の時に出したやつで、うんうん、やっぱゆずっていう名前がなかったから、うんうんうん、そこまで売れなかったのかなって俺は思ってんだけど分からないよねそう俺も最初俺は買ったんだけど、うんうん、こう新曲とかこう見てた時に、うん、あれこれゆずだけどゆずって書いてないとかででも絶対これゆずだよなっていう誰かいるしみたいな別な人平岡さんはあんま目立ってなかったんだしたらそう目立ってなかったそれ分かんないっすよねまあゆず好きは多分みんな大体知ってると思うけど、うんうん、結構名曲だと思うんだよねいやすごいすごい好きで、いい曲ですね、
これを今回ね、うん、3人ということもあって、そうだね、ちょうどね、うん、よかったよね、そう、良人役を良人役を僕がねやってくれてすごいっすよ。でもあそこだけしか歌わないっていうのもね、なんかね、そうだね、そう、ハモリもしないって、ね、ハモリもしないっていう、急にね、うん、出てきてね昔話だよねと来ましたけど も、まあ、ミスチルは歌おうっていう感じで、うんうん、最初はね、あのお互いの好きなミスチルを歌おうかなっていう感じだったんだけど、うんうん、僕の好きなやつを採用してくれて、そう、ね、何曲もやってもあれだから、じゃあせっかくだからアーティストをばらけさせて、じゃあ何残すって言ったら、うん、まあミスチルだもんね、これは外せないでしょうっていうこの最初の音で大体の人が分かるっていう、うん、今回その音をね、ゆうくんがね、まさかのね、そう、うん、前日の夜ですよ、前日の夜にやるって決めたっていうか、楽器そのものを始めるっていう、そうそうですね、すごいなと、楽器を買ってきた翌日に本番です。まあ、当然僕は当日見るっていう特にそれもしかもこうライダさんに LINE とかでもう送らず、そう決まってたっていう、急に「Tomorrow Never Knows」ってやっぱその最初のあそこじゃないですか、あそこは大事よ、あそこはないとやっぱダメだなって思って、うん、まあギターだけだとやっぱ分かんないと思うんですよ、ね、分かんない、分かんないっていうか、人は、まあ、分かるけど音楽やってる人は分かるけど、やっぱカバーってやっぱそういうとこあると思うんですよね、うん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 、そのあの曲のこの部分だみたいなってすごい大事かなと思うんで、やっぱそれはやっぱちょっと外せ、まあつぼろでまのすのはそこの「てんてんてん」はこうやっぱ外せないなと思って、ここは完全再現でいきたい、 8.5 割ぐらい再現できるあでもね、マイフレンドがあったおかげで あれはだいぶこう俺は緊張がほぐれて、緊張がほぐれてっていうか、あれがあれなんだろうみたいな、まあ、あるかなしかで言うとなしなんだけど、なしなんだけど、まあ、ありになったから、ありになったから、うん、まあ、結局間違えるんだけど、そう、うん、何でもあれですからね、さっきので何でもあれだと思ったよしやろう、はい、裏切れるほど何もかも欲しがっていた
疲れたね、我々。すごいね。ね。これ。2回分。そうですよ、ね。2回分。そうですよ。それは ね、あの、膝も曲げたくなりますよね。そうそうそう。あの、オープニングのテンションはどうしたっていう。あの、なんつうか、あの、今、こう、インカメっていうかね、あれで 見てるんだけど、こう、うん、オープニングから比べると、だれ具合がやばいですよね。そう。ね、最初、こんな感じだったよね。そう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 。もうみんなこんな感じで。もう、よくやってるみたいな。どんどんプロじゃないからさ、別に仕事としてやってないからさ、まあなんかこれでいろいろ時系列を探るのが面白いんじゃないかな。なんか金田君の貧乏ゆすりももうだんだん激しくなってしかも途中からちょっと俺らこっちに傾いてるからさ、ね、シャキッとしろやみたいな。最後ぐらいシャキッとするか。最後にシャキッとしますよ。よしね。最後の曲は最後の曲は最後の曲は、はい。まあ、今回そう、俺、ゆうくん知らないけど、僕ゲストっていう感じで出てるんだよね。そうだそうだそうだそうそうそう、オープニングそうだった。やばまあさあ、そういうことでね、はい、201回目ですね、うん、ゲスト、初ゲスト、虹色ライダーが、はい、来たわけですけれども、もう当然これはもう最後の曲は、虹色ライダーの曲でございます。ありがとうございます。はい、今回のラストの曲は、はい、ミュージックっていう曲をね、うん、チョイスしました。これね、うん、あれセットリストには最初なかった。そう、なかったんです、ね、この曲は。直前でもないけども、うん、2週間ぐらい前だったかな、に、入れた曲です。もう、まあ、S 君というね、ちょっとした知り合いが。そうちょっとした S 君がね。ちょっとした S 君が、ね。うん。本当は M かもしれないけど。そうだね。女性だけで S 君。彼が、この曲が聴きたいと。うん。なんかダダこねだから。そう。なかなかないですよね。いやでも嬉しいですよ。やっぱそういうのぐらいですよね。ミュージシャン料理に尽きる。いやそう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 。ね。それはもうぜひね。そう。入れようかな。いやでもナイスチョイスじゃないですかこれ。そう。なんやかんやでね。なんやかんやでねこれ好評なんですこの。そうだよ。いやいい曲ですよ。ミュージックが。あれね緑の時もね。あそう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 歌ってるね。歌って。ということなので、それを最後にエンディングを兼ねて、うん、聞いてもらいたいと思います。結局ゲストなのにバトメみたいな。バトメ俺。ゲストなのにこう顔を出していく。そうそうそう。いや思いつきの司会だから、ね。そう思いつきの司会は。ゲスト感全くないからね。めっちゃ喋ってるし仕切ってるし。そう。これでこれです。あ終わりですね。いや。じゃあ私が。はい。お願いします。ということで、201回目、ついにエンディングということで、はい、虹色ライダー今日のゲスト虹色ライダーの強調しないとブレるからね。そうです、今日のゲスト虹色ライダーの、はい、ミュージック聴、はい、いていただいて、201回目終了ということでですね、はい、ありがとうございました。では皆さん聴いてください。ミュージックどうぞ。形を変えてゆくなんて面倒さいやつだろう。愛君には貸しても君にはそう見えないこともある。幸せになりたい信じて正しいことを突き通してきた。一人よがいだと後で気づく。そんなことはよ
くある鎖骨へおいで Listen to the beat of music and your voice 優しくなれこんな歌でも笑顔になれるように Listen to the beat of music and my voice 悲しくなれいつかそれが強さに変わるだれ本名がなんかよく知ってますね。